ミカエル・ブルガンは、フランスブローニュ・シュルメール出身の自転車競技選手。2002年頃から極度の不振を過ごようになった、下級オリンピックで3度金メダル獲得の実績がある、フロリアン・ルソーに代わってルソーが位置していた第2層を、そのまま引き継ぎ、世界屈指の実力を誇るチームスプリント、フランスチームの一員として、世界自転車選手権において3度優勝を経験。また、 2004年アテネオリンピックでは銅メダルを獲得。個人種目では2005年、2007年の世界選手権、スプリントでそれぞれに3位に入っているが、2007年の同種目予選の200メートルフライングタイムトライアルではテオボスを抑えて予選トップで通過した。2008年の世界選手権、チームスプリントでは予選では、 フランスチームのメンバーとして登場したが、イギリスとの決勝戦では、アルノー・ツルナンに変わられた。個人スプリントでは3位決定戦で、ロベルト・キアッパを破った。同年の北京オリンピックでは、チームスプリントは予選のみ出場。スプリントでは準々決勝で、テオボスにストレート勝ち。準決勝で、クリス・ホイに敗れたものの、3位決定戦で、マキシミリアン・レビオ2から1で下して、 銅メダルを獲得。2009年の世界選手権、チームスプリントでは、決勝戦にのみ出場。グレゴリー・ボジェ、ケビン・シローとのトリオで、宿敵、イギリスを破り、同大会道種目4連覇に貢献した。国際競輪は2006年、2007年と2回、参加しているが、2006年は12戦7勝、優勝1回、2007年は16戦11勝。 優勝2回という成績で通算勝率が64.2%にも上っている。おおよそ3.8から3.9という大きなギアを駆使しての先行力で他を圧倒するレースぶりが特徴的である。また、日本自転車競技連盟が協賛している UCI トラックワールドカップクラシックス開催期間中に開催された賞金付きレースインターナショナル競輪では2005年。 2006年と連覇を果たしている。ありがとうございます。